えー、ということでね、これ、えー、っと、新しいもん好きで、えー、56年第、えー、40回になるのかなもうね。あの、やはり。 すごいよね40回ってさ1週間これ今年1回やったのもそろそろ1年だよそうだよ2021年の1月から始めて52週だからね1年もうすごいよね40回すごい欠かさずにやってきてるんだけどここからは今週あたりからこれを1週間に2回構成っていうふうにしようとしてるんで実は前回に続いてなんでもしこれ途中になっちゃった人はあの前回も聞いて頂ければと思うんだけど。 で前回から話してるのは、えー、これね、えー、師匠私たちの,あの師匠ね YKK 師匠がいつもずっと毎日のように言ってるわ、うん、カカからないカタカナ語日本語の乱れこのことを話してるんだけどでねあのそれに続いてね私実は僕もあるんですよ私 TJ も57歳になって、うん、やっぱあるんですよそれは何かっていうと、うん、やっぱ日本語で話してて誰かの 最近、YouTube 見ることが多いでしょ、そうした師匠が怒っているけども、うん、僕もやっぱり同じようにあるんですよ、例えばどういうことかというと<ー>それはねあの、カタカナ語っていうんじゃなくて例えばあの、うん、レストランに行ってハンバーグを店員さんが持ってきて僕のテーブルに置くときにこ,れこちらハンバーグになりますっていうこの表現。あ これ、まあ、わかりますよねその最近そういう「なります」っていうこちらが「何々になります」っていう表現があるんだけど、うんうん、もう「ハンバーグになります」ってじゃあ,あの今まで何なのっていう。<laughs> 今までね、今まで。生肉。そう、ひき肉だったのか卵と。そうそうそう。ならねえだろうって、俺の、俺の目玉。そう、ハンバーグになり。これね、これやっぱりね、あの。感覚のやっぱり違うんだね。僕なんか、そういう全く気にならない。 <あ> <laughs> こ,これすごいねあ気にならない気にな気にならないそれはすごいねそれからねならなもう一つあの、うん、やっぱりねこの例えば YouTube なんか見てて若い人たちがそのガジェット紹介とかやってる YouTube 見てる時にこのアプリを開いてこの,このボタンを押してあげるっていうんですよ。で<ー>このボタンを押してあげるっていうのは僕は 「あの何々してあげる」っていうのはこのボタンを押しますとかさであって「押してあげる」っていうのは例えばあの子供がねそこ横にいるからこの子供をちょっとおんぶしてあげるとかさその人とか、ね、あるいはまあワンちゃんとかねワンちゃんをちょっと抱っこしてあげるとかワンちゃんを抱何かしてあげるっていうのは人とかあのその何かに対してであってものに対してしてあげるって例えばアプリのここにあるボタンを押してあげるとかさ。 このファイルを全部選んであげるとかっていう、うん、あのあしてあげるっていう表現がもうすごく引っかかるわけでそのアプリ、うん、あのその話を聞き出すあの YouTube だりあのテレビで言ってるとだん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 そのちょっとそのことがあまりにも気になって中身が入ってこなくなっちゃうのね。あへでもうだからということはどういうことかっていうとこの僕は57歳ですよね。 多分この会話が普通に何の問題もなくあのスッと入ってくる人たちって今の20歳30歳ぐらいの人は多分普通に入ってくるしこんなこと気にもならないと思うんだよね。うん、要するに世代間で、うんうん 僕らあのたまたま師匠が70代バスタさんが60代僕は50代その、うん、まあ言ってみれば3世代あるわけでしょ、うん、でそれよりさらに2世代ぐらい低い人たちの会話っていうのはやっぱり引っかかることが会話の,あの彼らにとってのふ普通のことが僕ら例えば50代以上には引っかかるとか、うんえー、もしかすると師匠の70代には僕の50代の何かやってることが引っかかるっていう要するに世代間によって若い人たちのことを アクセプトできないってことは、やっぱり出てきちゃってるんじゃないかなと思う、ねうんうん。あと、それとね、やっぱり、これはね、<ー>やっぱり中卒と大卒の違いだね。<laughs> はっきり言って、でね、だから僕なん、僕は。いやいや、あ、僕は、例えば、うんうん、中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 学三年で、日本の教育、それもいい加減に。うん 勉強もせずに終わわっっっちゃそこで止まてるけだから今 TJ が言ったことと確かにそうだよね。今初めて言われてあそっかそんなことはちょっとおかしいなと今初めて感じるぐらいだそう。で言われれば確かにそうだよね。だからそれはさっき彼が言ったようなボリュームとボリュームとボリューミーとね同じだったら今日本語はそういうふうに変化してきちゃったんだからそれをアクセプトしなきゃいけない。だからアクセプトしなきゃいけない。ここでね僕がその 今回の,そのテーマで裏テーマとしてずっと考えてたのは切れるる老人問題とるとはあ思うのね <laughs> これ日本で今コンビニなりなんなりで切れる老人っていう問題はよく言われるでしょこれ師匠あ,のあと5年したら切れる老人まっしぐらなんだよね。<laughs> 猫ディングの押しますとかそういうの全然気にならないからね多分切れないと思ういやでもなんかその横で言ってるいやスマホとかね言われたらやっぱり切れるかもしれないねだから横でね「おじいさんそのスマホ落ちそうですよ」とか俺はスマホなんて持って知らないと思うんだろうなこれね要するに切れる老人問題っていうのをこれ考えてみると。 この僕自身もその師匠あの末は同じ問題を抱えるというふうに思ってるわけ。要するに今五十七歳で今感じるそのさっきの何とかになりますとかね。それからそのまあ、えー、いろんなその日常で感じる若い人たちの言葉。あもう一つねほぼほぼって最近よく言うんですよ。聞いたことあります？<え>あほぼほぼね、うん。ほぼほぼ。ほぼほぼっていうわけ。ほぼほぼ僕らの時はこれは。 違う。知らなほぼだよね。いや、例えば、<や>ほぼ何、何に。ほぼ、ほぼ。ほぼってうそういう、それ、うん、当たり前のよ、ね、うに。当たり前。でも、今の若い人は、うん、ほぼほぼこうですねっていう表現するわけ。うんうん 俺あの聞いたこともあるしそれ、うん、からフェイスブックでフェイスブックの書き込みで「ほぼほぼ」って書いてあるのもあってあ今の人はこういう具うに使うんだなっていうにそういう具合に了解してたかなるほどら意味は意味は同じなわけだから意味,意味は同じなわけ意味同じかあるいはいや多分ほぼ同じほぼほぼ,ほぼほぼ同じです。 意味はほぼ同じですすごいね、ケイさんは、あれで柔軟性があるよ、いや、そうなんですよ、これね、それを僕は言いたい、ですつまり、この3人いたときに、バスターさんが一番ね、柔軟性、そこに対してあると思うんですよ。これあの 僕の好きな言葉でみんなにもよく言うんだけどアインシュタインの言葉でね「常識というのは18歳までに集めた偏見のコレクションである」っていうこういう表現があるんですよ。よく聞くね僕よく言うでしょアインシュタインのねれ何でよく言うかというと自分自身への戒めもあるんだけど僕すぐ常識とか当たり前だろっていう表現を使っちゃうんですよ人にもね。でそれって単なる自分の思い込みなわけ。歳の人が持つ常識と 20歳の人が持つ常識ってやっぱり違うと思うんですよね当たり前だけどもいやもう全然違う,全然違うで言葉は変化するし、うん、その変化している言葉を「俺と違うから」って言って怒ってたらそれはもう切れる老人まっしぐらになっちゃうわけ俺も含めてですよ、うん、これはなるほど、ね、自戒を込めて言ってるんですよだ,、ね、だから<ー>そのいつも YouTube の若い人の YouTube 聞いててそうちょっとくるんですよなんかこの「ああもうちょっと違うよ」って思っちゃいながら聞くかもうそのまま。 あまりにもひどいで消しちゃう時あるのね。それは中身が入ってこないから。 っていうことは俺は20年後にはもう師匠ましぐらだと思ってるわけ<ー> <laughs> でやっぱりほら最近のこう流行り言葉かどうか知らないけどなな何々させてもらいますとかあるじゃないですかあるあるあるこれ何でもかんでも例えばこの仕事を私喜んでさせていただきますとか普通にこの仕事を喜んでしますっていいんじゃないのといまだそれはまだましな、うん、それもそうだけど例えば自己紹介するときに私 I. T. の仕事をさせていただいてます、うん。こういう表現をするわける。今みんなそうだよ<ー>。みんなそうだよね<ー>。で。うん れいやそうなんだけどその健常語だと思うんだけどダブル敬語でしょこれそういうことだけじゃなくて別に「させていただいてます」ってここにいる誰にさせていただいてるわけでもないわけで別にそこまでへりくだる必要なくて IT の仕事をしておりますで十分でしょ普通に丁寧語でいいし IT の仕事をやってるよっていうんだったらこれはちょっと無礼な感じがあるけど IT の仕事をしています。 あの自己紹介するときにそこを今は IT の仕事をさせていただいてますってこれ言うわけねこれ問題は定年後とか健常後とかそういうのが一回それが常識になっちゃうとそこに間違ってようがあってようがそこに突き進んでいっちゃうわけ、うん、今そう言わないとなんか失礼な感じを与えるちゃうんだよそうなっちゃってんだよね社会が社会がそこにその一旦そこが常識になっちゃうとそ今度あのさっき言ったような逆で IT の仕事をやってますって言ったら あ、この人丁寧じゃないなって思われちゃう。いつ傲慢じゃねえのかそうったむしろ傲慢だらけ。マジそうだと思う。だからみんなでさせてもらってますとか、そうなっちゃうと思うんだよ。そうなの。だと思うよ。だと思うよ。その、それが常識化してしまう、その、そういう、そっち側に圧力がかかっちゃうんだと思うよ。うん。いや、すごくそれ聞いててね、抵抗あるよ、ね抵抗あるよな、僕も。すげえ。すげえある。時に 全然そんななの気にしたたことなかったそのいや言われてると思うけども僕はそれ僕はあのあのデータセンター経営してますっていう形で言うけど相手の人が「させてもらってます」ってさせていただせてそんなこと言わないも絶対言わないけど相手の人が「のあさせてもらってます」って言ったら「ああそう」俺のおかけさなぐらい思ってるよ <laughs> いやそうそれね <laughs> そこだからバスターさんはあのそのフレキシブルにかけた我々3人の中で一番フレキシブルだとは思うんですよね。 だから簡単にその吸収できちゃうんだと思うけど、僕らみたいに、何にでも引っかかっちゃう、だめな人間 <laughs> いや、だって、うん、いやその、ね、昔のことを思い出せばよ、だって、TJ と僕と一緒に働いた時に、一番文句言ってたのは、うん、TJ が一番僕に文句言ってたのは、なんでこの人たち、9時に、9時から始まるっていうのに、9時に来ないんですかって。 <laughs> だから、9時15分に来て、9時始まりなのになんで9時15分にですかって時に僕は、いや、もうこれ9時始まりって考えたらいいじゃんって言ったのを覚え思い出してもらいたいんだけど、もうそういう具合に僕自分からこう、なんていうのかな、こう、あのー、基準下げたり上げたりし、あの、その整えたりして、この、 最適化っていうのを図っていかないとなかなか海外で特に中国なんか、ね、香港なんかまだいいんだけど中国とかフィリピ今住んでるフィリピンなんてのさらにあの違うわけですよだからそういうのはその、まあ、通じりゃいいっていう俺が分かればいいかなっていう感じにはなっちゃっう切れるる老人問題を解決する方法っていうのは、うん、その 多様化する社会とか多様化する人のその考え方発言今多様化っていうのをんて言うんだっけ最近流行りの言葉でこれがまた言葉でね多様化ってよく言うじゃん思い出した思い出したっていうか今ググって調べたダイバーシティっていうこういう表現するわけダイバーシティお台場ねお台場じゃなかったダイバーシティー英語ねダイバーシティダイバーシティ その要するに多様化するっていうその,あのいろんな人間がいるんだって例えばあの健常者のオリンピックであってあのえパラリンピックっていうのが存在するようにねいろんなもう人間っていうのはそのえ例えばそのマイノリティの人もいてあの例えばヒスパニックがいてえ黒人がいてアジア人がいて日本人がいてっていろんな人たちはいるとかね。 そういうそのそれぞれのその多様化の社会っていうのを多様化して僕ら昔は日本人としか会わなかったわけだけど今は外国人の人と日常的そのもう小さいうちからこう会うような社会に日本もなってきたあるでしょ。その時にやっぱりその人たちの常識と僕らの常識はあ、当然だけども違うわけだよね。そこでその、うん、人たちをアクセプトできていれば。

25ぐらいでもうちょっとあのわびさびぐらいを経験した中でいきゃもうちょっとあのわびさびはわびさびでしょいやそのわびさびってわかるよかたかるけどその感覚がわかんないいやだってさあの古い池や買わず飛び込む水の音っていうこういうね あの場所を聞いたらた師匠それ聞いて <laughs> はって <laughs> だってかわいいカエルが飛び込めばぽちょんという音するでしょそれだけのことしか分かんないそ,そうでしょ、うん、でもわびさびっていうか日本人はそこに何を感じるかだよね例えばそこで空気だ空気空気をいや空気は <laughs> も,うもちろんその空気空気なんだけど例えば古池屋買わず飛び込む水の音っていう言葉を聞いたそのを聞いたきにもう僕,僕らの中にはぽちゃんはもう聞こえるわけで当然。 いやもうその映像が、そなんていうのか。映像浮かぶよね。そこに、あの、頭の中に登れるそれは僕も浮かびますよ。ほんいや、もう師匠浮かんでないと思うよ、それ。ポチャン、カエルが飛び込めばポチャンでしょ。もう師匠はコンクリートの中にちいちゃな丸い池みたいな水たまりがあって、そこにカエルが落ちて、はって言ってるような気がするんだよね。ここで、あの、原体験っていうのが我々の中にあって、みんな同じようなイメージをこう、パッと描ける。これが、まあ、 わ,わびさびの中にあると思うんだけどでもやっぱりそれはそんなこと言ったって日本人が思うそのあのカエルが飛び込んだ時の音とあの外国の人違うよね、うん、だ今回もさ聞いた時にちょっとびっくりしたことがあってねあのオリンピックでその、えー、外国からその日本にきたくさんの人が来たでしょあの時にこの音がすごいうるさいんだけどこれなんだっていうそれはセミの鳴いてる音なのよ。うん おー、だうん、このサミセミが鳴いてる音を聞,聞いたことがない人たちがいっぱいいるわけよ、うん、外国から来てミンミンでしょミンミンミンってこの,このうるさい子は何なんだってこうなるわけそ,そういうことってやっぱりミンミンを知ってる人があ、セミを見て「あセミだね夏だね」って「スイカだね」とかさこの,このセンスにこう <laughs> あのトントントンといけることさ <laughs> その瞬間夏休みのあの歌がこう流れてくるそういう出てくる人と片やその何このうるさいの声でちょっと切って電源とかさそう思っちゃう人と外国から来た人はやっぱりその違う原体験で生きてるわけだからそれをでも多様化している中で うん、そういうそのなんていうのかな、そのセンシティビティっていうの、そのなんていうの、うん、感覚がそそういうそのそっちの方面に行くっていうのもやっぱり大事なことなんだろうね、一つは。やっぱりそれをら僕らがあのー、うん、うん、いい音だと思ってても、そ,うそ,うその他の人にはうるさいっていうのが聞こえるっていうことだろうね。そうだね。そのよく言われるよね、うん、本当にその、えー、あれ何？あのー、ホトトギスとかね、例えばホホケキョとかね。うん それからつくつく帽子もそうだしそれからあのあの「すずむし」の鳴く音「リーいって思うと「リーん」って鳴るのはスズムシの音なんか聞いてるとあ癒される下手するとんていうあいい音だなと思ってしまうっていうのがあるよねそれでね今出た言葉癒される前からずっとね T シャに言われてんだけどね 分からないんだよ、僕。癒されってどういう感じなのか。癒し。癒し。癒し,しですよ。ね、すよそれとかね、一番よく分かんないのは、時間が止まってる。ね時間が止まってるようなとか、そういう表現が分かんないの、僕には。 私の漫画見てるとね漫画見てると時間よ止まれって言うとパッてみんな止まってる人だけ動けるっていう漫画があったそういう意味じゃないでしょ読んで使われるっていうのはねだけどその感覚意味は分かるよ言,うと言われんとしたことのね、うん、だその感覚的にそれ理解できない、うんうん、できない、ね、できなね、うん、でもさやっぱりその僕ら普通まあ日本人同士でつあの話してたらやっぱり例えばその温泉ねあの えー、に行ってさ、うん、その、みんなでその温泉宿に泊まるときにあの、その、そ水が流れる音がして、うん、もうあのー。うん 毎日の,その忙しい都会の喧騒から逃れてその田舎のえ宿に入ってこっちは何にも知らなくてもその料理がパッと出てきてゆっくり食ってそれでじゃあ温泉でも行くかっつって行ってるるる時時間間っっていいうううのはいい時間がゆっくり流れるねねねこういう話だよるよわ<で>かその時にまず言うのは「いや時間がゆっくり流れるってはいいね」ぐらいのことをこう言ってお互いわかるわけね。と,ところは俺が俺 市場に時間がゆっくり流れてますねって、たらどういう意味だって。時間一歩は一歩だって、うん、一 <laughs> 秒は一秒だって、こうやって。あのー、小言が出てくるわけ。<laughs> あのさ、あの十二月三十一日でね、うん、あの、な僕ら。テレビっ子だから、テレビ見てるわけですね、日本にいた時はね。それで、十二月三十一日は、あの除夜の鐘が、ごわンって鳴るんですけど。ん昔はね、今ならラ,ラみたいな。昔はね、今、今はな <laughs> な、な、あの、なんかやっちゃいけないらしいんだけど、その、その。 行く年来る年っていう番組があって、どこのチャンネルつけても同じあの画像が流れててであのその、みんながその、なんていうの、除夜の,の鐘を待つって、テレビの前で待つわけですよね。で、その時に、あの藤本博っていう人がこうあのゲストを呼んで話をするんですけど、そのゲストさんがなんか知らないけど、声が、あの 詰まっちゃって、話ができなくなっちゃったんですよ。ほ<う>で、ずーっと話す部分の1分30秒がずーっと無音で、1分30秒か 30, 30秒ぐらいがずーっと無音で流れてたで。で、その時、あの、藤本さんが何て言ったかったら、静かだねって言うわけですよ。で、この、これは、その、未だにどっかググれば出てくると思うけど、その話ちょっと今急に思い出したんだけど、それを、その、 な何十秒間っていう無音をみんなが共有してたっていうのが日本だと俺は思うんだ。だからこれアメリカだったら放送事故でしょだっていや、それ日本でも放送事故だね。ね放送事故だけども、あそれはそれで。まあ、事故だけど、それは、ねうん、あのー、そういう側にま,まとめたわけですよね。うん、なるほどね,ね。だからそういう、そういう空気感はぶん日本にはあるっていう感じはするんう、うん。あとね、最近、私の友人のね、 85歳ぐらいのおじいちゃんがいるんだけどえ日本好きなんですよ。でもう日本にいつも行ってて変な,に変な日本語をしゃべるわけでその,あの,ねなんかその中に「おもてなしおもてなし」って盛んに言うんですよ。で「おもてなし」っていうこのは意味分かってるのかなと思うぐらいに「おもてなし」ってよく言うわけで「おもてなし」っていうのはどういう意味だって僕に聞くわけですよ。 「おもてなしそうだな岸をやす」って言ってあげたらすぐ分かった分かったってないそれはそういう意味でしょ大体いや違う違う違うそれは会話を終わらせるためのいやいやそうじゃないだってその通りでしょおもてなしって違うのオリンピックの招致するときに あの滝川クリステルさんが言ったでしょおもてなしその時のおもてなしっていうのはそういう意味ではありません<笑><笑>だって基本的にはそう, <laughs> そういうことをすることがおもてなしでしょういやおもてなしっていうのは例えばあのー、まあね旅館に行ってその人に旅館に行って僕ら靴をこうバッと脱いで上がったらあのそっとこう。 反対向けになってて <laughs> あのちゃんと出る時になってるとかさまああれだよあの、えー、豊臣秀吉が草履をね <laughs> 胸ポケット胸ポケットって石田光成,、ねうん、成だっけあれに入れといて <laughs> っていうのあったじゃん。いやそれは、うん、あの違うさ佐吉がね、うん 来た時に非常にぬるいお茶を先にいただそれもそうだけどそれと別に木下藤吉郎信長の通りをこうやれてるそれはもう明らかにそれはそれをそう言うならねそうでだからそれがそれこそがまさにおもてなしだっていうことを教えてあげれば OK ですだからそれを単純に言うとそれ以外に表現ないです私の中では。 それでもそれ,を <laughs> そ,それしかないって言ったらそのちょっとあの問題あるねまあその話としては面白くするはあるけどいや確かにねその日本語っていうのはちょっと複雑だよね日本っていう国がちょっと複雑なんだと思うん、うん、あとね面白いのはねあの、うん、最近で言われる言葉がねおあのお任せおまかせ料理 これまあ、あの、もう、ね、お任せ、その、あの、通りなんだけど。今香港ではね。お任せ料理っていうのは、料理の一つ、最高級料理のことがお任せ料理。こういう風になってますよ。だからシェフ、シェフスリコメンデーション。シェフスリコメンデーション、ね。<laughs> これが、お任せの本当のお任せなんだけど、今は。どこへロイスさん行って、うちはお任せしかありません、とかね日本料理って、ね。これ、お任せです。<ー>お任せ、そう、お、お、お、タお任せありますかとかね。そういう風に使われてる、るだ、これは面白い。 なるだからそれはあのオバマ大統領がそのすきわ橋次郎行った時にすきわ橋次郎にはお任せで決まったしあれしかないっていうそれがこう <laughs> 伝わっていってしまったの、まあ、だってそうだと思うけどね、うん、だから今はお宅あの電話してねあのあのお宅にお任せありますかって こういう聞き方をよくお客さんにされるっていうね。まあそれはちょっとその日本人的にはおかしい。だからこれもやっぱり日本語がおかしくこう変化して伝わっちゃったってこういう一つの例だね。もうオッケーとして僕らあの受けなきゃいけない。受け止めればいいよね。それだけのことなんだ。それそれに僕らちょっとあたカチンと来てなんだこいつはおかしいのこと言うんこういうふうに取っちゃうわけ。これがやっぱり年寄りの割り込み。それがそれが行き着くところがその切れる老人問題なんだよ。 だから俺たちは何しなきゃいけないかっていったらそのいろんな表現が変わっていくってことをそ,のそれは単に俺の常識とは違うでも若い人の常識だと思ってそこにあのそれをこう自分の体の中に取り込んでいくしかないと思うんだよね。そうううややれればあの私や師匠ののよよにに屈ってて言われなくてバスターさんのように 頭が柔軟, <laughs> 柔軟で、ね、度量が広いい,広い,っていうね、うん、そういうことだと思うよ。まあ、あんまりすべてのことに対して気にしてないっていうことだけでね。<laughs> まあね、一つね、僕ら、例えばあの 10, 10代の頃ね、アメリカでそのアルバイトやってたわけ。うん で、例えばバスボーイとかね要するに一番底辺のアルバイトやっててほんでほかに日本人の当時何だか知らないけど256歳僕より例えば10ぐらい10近く上の方が同じような仕事をしてるわけだから僕なんかもうほどほぼアメリカ人になっちゃってるからで、普通に日本語でもタメ口聞いちゃうわけそうすると怒る人同じ仕事やってんだよ別になんのになと当時は僕は思ってた。 だそれからね、もう50年、何年も経って、今度は僕がその立場になるわけ。うん、だから僕が例えば、うん、あのずっと若い人,人にため口聞かれたら、もう腹立つわけよ。そういうふうになってるわけだ。年経ったら、うん 同じことをやってるわけよだから人間ってあんまり進歩がない,、うんないね、その一つの例だよね。でもそれは師匠が今俺が若いやつにタメ口聞かれても何とも思わないよって言うんだったらそのなんかああなるほどねだけどいやだったらそれを俺腹立つんだよって言われるとちょっといや別に <laughs> いや <laughs> 知ってる同士ならいいよし、ね、ょっちゅうとたもうタメ口聞き,もう聞きまくってるわけだから別に気にも何にもな全然身も知らずの人全くその面識もない人に何か言われたらやっぱりちょっと。 おかしやっぱりそのたとえ首相が海外にいてもアメリカにいたけどもそれなりにちゃんと日本の常識を身につけたということですね中3までねだからやっぱり一応ほら日本では敬語っていうのがあるでしょ一番難しい日本語で難しいのは敬語だから敬語が正しく使えないやつう相手にすると年寄りって腹が立つんだよそういうとこあるなるほどねそれは悪い年寄りの悪い だからほら、あうん、やっぱりアメリカ文化、西洋文化のやっぱり何でもファースネームで呼び合うとか、ね。それは正確に言えばやっぱり敬語みたいなのありますよ。存在するけど、普通に話すわけには別に多種類だろうが、ね。で、僕の友達のその孫あたりの僕に対して、ほら、ファースネームで呼んだりするからね。だら別にそれに対して全然抵抗感はないけど。うん なんか変な日本人っておかしいとこはたくさんあるよあ<ー>だからそれは日本人がおかしいんじゃなくて日本の文化だからね,だ,ねだからその日本の文化それも尊重するし アメリカの文化、うん、イギリスの文化、うんね、それからそのフィリピンの文化香港の文化を我々、うん、そ僕はそのさっきの話に戻るけどさバスターさんにその「うん、いや香港っていうのはその朝9時って言っても9時10分に来ても OK な文化なんだよ」って言われてその僕はいくらカッカカッカ来てその,その文化をその社内で変えようったってそんなもんその文化を変えるよりも 自分がそれをアクセプトできるようになる方がよっぽど早いし精神衛生上いいよって僕すごく言われてそれから本当にそのことに対して一切気にならなくなったのね <laughs> <laughs> 気にならなくなったっていうかもうそれは乗り越えた本当に乗り越えたまあそれは乗り越えられ、うん、それ、うん、その言葉で僕は乗り越えることはできたんだけどやっぱり日本人が香港に今来てそのパッと来てしその赴任でね来て社長としてまあ赴任してきてその従業員が5分10分平気で遅れて10分遅れてきたやつが あの焼きそば自分の机に持ってきてそこで広げて食い出したらっはっきり言って <laughs> お前もうそのままそこが出口だから帰れって言うよね <laughs> 普通。なると思うなるよね。な日本の常識だったらそうだよね,よねだからでもねあの普通の,そのなんていうかヤムチャのなんてャとかで天津物とかそういうの持ってくるじゃない、うん、会社に。 で、会社持ってきてって食べてるよね、みんなね、9時15分ぐらいでね。9時、お前。だから,だかられか遅れてきたことはまだしも、そっから朝飯食うってどういう料件だってこう言いたくなるよね、普通の日本人は。でも、俺は今は、あの、俺がそれしてるから。<laughs> <laughs> そうそう,そう,そういうもんだからそれあ朝飯は食べないと体に悪いですよぐらい言われちゃうからそこはねやっぱりね、K、さん偉いとこだよ <laughs> そうそうそうだからそれで僕は本当にイさんに育ててもらったと思うしあのアクセプトできるようになった人間になれたけどでもやっぱりいまだにそのさっき言った「これは何々になります」とかね。 それ言われるといまだにこうちょっと心の中に引っかかりがあるからこれを早く乗り越えられるようになりたいし師匠にはもうそろそろ乗り越えてくださいよとう言いたいわけあのでも師匠ね、うん、そのね言葉尻とかそっちの方はあんまり気にならない言葉の,あの表現の仕方とかそういうのはあんまり気にならないんですけどこの僕もあの非常にいいか減んな私ですらあのやっぱりこのね面倒くさそうな対応っていうのにはやっぱり。 気になっちゃうん気になるっていうか、はい、その余計こう絡みたくなっちゃうようなところは出てくるあのなんていうのかなそののなんていうのあの早いとここう切りこの面倒くさい客だからもう早くもうあっち行けっていう対応されるとちょっと腹立ってくるときはありますよ僕だってまあだからその、うん、まあ誰しもがその怒り、うんね、怒りのポイントっていうかスイッチっていうのはどっかにある怒っちゃいいけないとまでは言わないけどもその 若い世代が違う時に世代が違う人たちの,その自分との常識の違いに対してその切れるとか怒るってことをこう減らしていくようにしとかないと日本は特にその。 敬語社会で日本の僕は一番よくないのは敬語だと思うのね実はうそう敬語が社会の発展を阻害してるとまで僕は思ってるわけだってそれを、ね、敬語があるその本当によくないことって若い人たちがもっともっといい意見を持ってるのに年寄りがそれを否定できてしまうってことになると思うんだよね今日本の閉塞感って やっぱ年寄りがその意思決定を分かってもないくせに意思決定をしてるっていうその社会の構造自体が問題だしその構造を持ってるのは敬語っていうのは本当に悪い文化だ今となってはですよ今となっては悪い文化にその今の世の中社会その世界の流れに対して追いついていけてない理由ってやっぱり敬語とかがあるいはその敬老精神とかそれからえそのなんだっけあれ、えー えーね、終身雇用、ね、雇用年功序列、年功序列、ああね、この辺がもうとにかく日本の,その社会の閉塞感を生み出している,てるう、ねもうね、もう僕らの,、ね、あの段階の世代でまだ経済界で一線、一部いるけどね、もうほとんどいなくなった、でもやだから政治家もね、もう年齢制限をぜひしてほしいね、すべき、だもう60歳以上はね、うん、もうダメ、うん、だめ、ね、アウト。 アウトだからあの選挙もほら選挙人が今18歳まで下げられたでしょ上の非選挙人も当然、るべきだねそういう意味でいうと全部広げていってその非選挙人も下げるそれから選挙権も定年制があってもいいかもしれないねもう若い人たちの数が少ないんだから65超えたらねもう選挙に行かなくていい。 もう、せそう、行かない、行かないい、若い人たちの意見を。投票してはいけない。取り入れなきゃいけないよね。うん。うん。そうそう。六十五歳になったら、選挙権は返納する。そう、返納する。うん。あね、これ、かなり暴論だと思うけど。ということで、今日は、あの、最後、いつも通りの暴論になって、ちょっとあれだけど。まあ、今日これで、ちょうどいいぐらいになったかなと思うんで。今週から、その。 2回分けてねやりたいと思いますんでそうしましょうこんな感じでよかったですかねうんいいですねまたねこれの意見2回に分けてやることのよかったよとかねよくなかったよとか最後まで聞いたよとかこんなもん聞いてられるかとかいろんなあの。 どうぞ<の>もっと短くしろって言われたらそれもあるかもしれないねもう毎日朝放送するぞ <laughs> そしたら <laughs> でね来週中やるぞ来週あたりから YouTube のライブで映像なしで音声だけ配信というのをやっていこうかなと思うんですよねこれあいいですねそうすると、あのー、コメントもらえるじゃないですか いてる人がね生で聞いてる人がそこであの手入れてくれるかあるいはもう長いぞとかねそんなこと言う人いいろとからいいか加減にやめていろんなことあると思うんでそういうのも今後取り入れていくっていうそういう形を試行錯誤今のところねまだまだ視聴者の方が少ないから試行錯誤していきたいと思ってますけどね。 えー、ということでいや、あのね、僕の、うん。はい、ごめんなさい。どうどう,どう僕の友達も聞いていただいてるんで、で、僕はね、あの、その人とすごく楽、あの、トモさんっていう、はいはい、佐藤さんっていう人なんだけど、はいはい、あの、もう近頃全然会えなくて、もう年、ずっとも四六時中会ってて、フィリピン大好きな人で、うんうん、もうしょっちゅうフィリピン来て、あの、一緒に遊んでたんだけど、はい、その人が、 全然そのあのもう近頃全然会えない2年ぐらい会ってないわけですね。ですごい寂しいよね会えなくてって言ったら「いや俺全然寂しくないよ」って「いやこれ聞いてるから1時間ずっと聞いてるから寂しくないよ」ってそういう人もいるんだいやそれは嬉しいね。そういうそのうしいですよね。そうそうそう。だからそんなトモさんみたいな方でもコメントをしてもらえないわけね。だからコメントをいただくっていうことがそうそうそう。いかにそうそうそうトモさんコメントしていかに大変かでしょ言いなりになるから。いかに大 ね、みんなになりますってうコメントってめんどくさいだからあのでもライブでやってるときのコメントっていうのは比較的そうなんですよだからそこでが下がるからそう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 、うん、いうふうに思ってますね。ということでまたねまだ僕ら試行錯誤でまだ1年経ってないから一、うん、年この50何年生きてまだ1年やっ,てるやってないぐらいのこういうコンテンツだからね。 これからまたもう少しずつ改善してやっていきたいと思ってますので、えー、視聴者の方で意見とかね苦、あのー、言とかねコメントあればお気軽にお願いします。で、えー、概要欄に、あのー、コメントもらってもあのーえー、何コメントをもらってもいいし概要欄にそのさっき言ったポッドキャストのリンクありますんで、えー、これからポッドキャストで聞いていただくっていうのもいいかもしれません。うん、ということで今週は師匠の愚痴から愚痴っていうか師匠の文句から始まって。うんうん 切れる老人問題との話しましたけどね。いかがだったでしょうか。で最後暴言です。暴言暴論で締めましたけども。ということで今週もあのありがとうございました。はいありがとうございました。はい。それではどうもすみません。はい。どうもです。失礼します。はい失礼します。